レース住之江の第36回グランプリは今年の大一番へと向けてトライアルセカンドステージは本日2回戦残りより第1弾で第11レース、さあ現在も風が舞っていまして2マーク付近で少し強め、スタートライン上は風速2メートルほどの追い風、1号艇の瓜生正義、さあ銀逃げ成功で2着1着で早々とファイナル進出なるかです。人気の中心1分新回転を始めて2号艇の白井英治、今年はセカンドから手堅く3着発進で、そして3号艇の原田幸也、セカンドステージ2回戦は明治の勝負がけです。4号艇が角でしょうか、辻映像、5年ぶりのグランプリは巻き返しの活躍なるかの2回戦、そして5号艇のブス島誠、3連続の5号艇で正念場のセカンド2回戦となっています。6コース6号艇で平本雅之、2年連続のファイナルへ1着発進となっています。さあこれでスロー勢が1打差、ダッシュ勢は456、そのまま枠なり3対3のスタート展示。さあ今年は瓜生正義が令和3年の頂上決戦一番乗りなるかの注目の第11レースのトライアル、さあスタートライン上風が収まって3対3の枠なり、12秒進が回っていましてスタート10秒前、前提が進入してまいります。インコースから1番2番3番4番5番6番と3対3の枠なり、間もなくスタート、今スタートしていきました。タッコスタートはまずにスローで1コースからの1号艇、2号艇、3号艇、内角3艇、まず右の1号艇、右手に行った3号艇を指して2号艇、5号艇、4号艇、6号艇と回ってきますが、さあバークスピッチャーインステイから振られたか、1号艇の瓜生正義ファイナル1番取りか、一定失点、2号艇の白井が迫る、1号艇と2号艇、インコース2コース、その後ろで4号艇、5号艇、3号艇からって後方に6号艇、なおスタートは正常でした。連単マークのトップで割れた1号艇の瓜生、ところを2号艇の白井がさあ仕返していきますが、先頭は1号艇の瓜生、バッター奪って2号艇、そして後方3番手の鈴木が内外に奪っていますが、わずかにアウトから5号艇のボス島、レースは2周目、先頭に1号艇の瓜生、2番手2号艇、3番手5号艇と上がってきて、現在このレースは人気どころの1歌後、2周目で出したマークはトップで回って1号艇の瓜生、今日のセカンドも強し、そして2番手は2号艇、3番手は5号艇のボス島で、現在上位が1歌後、先頭と2番手では現在2点進から3点進、その後ろ水がいて、さあ5号艇のボス島の後ろから1点進で6号艇の平本接近、あとは3号艇、4号艇、今から第2弾マークはトップで回って1号艇の瓜生を再進、そして2番手は手堅く2号艇の白井英治、後方3番手ですが5号艇のブス島回った外から出てくる6号艇突っ込んでくるが3号艇ですが、さあ激しい3番手争いになっていますが、わずかに5号艇ブス島がしのいでいまして最終周回へと入ります。先頭2番手は完全に抜け出した1号艇と2号艇、そしてここは見事第11レースは3着争い大接戦、最終周回から出したのか3号艇の平田が回って、今度はところ5号艇握った6号艇ですが、さあさばいて5号艇が外から上がってきた、3号艇の原田が上がってくる、崖っぷちから巻き出し、3号艇の原田が3番手に上がって上位が勝って1、2、3と内角3艇、今から最終ターンマーク1号艇の瓜生正義2着1着でファイナル1番乗り、そして2番手当てかけて2号艇の白井、後方3番手争い3号艇の懐、今度は6号艇5号艇ですが大逆転でわずかに5枚、3号艇の原田が内から5号艇接近です。先頭1番ゴーリン、2番ゴーリン、3番5番手ゴーリン、6番ゴーリン、4番がゴーリン、